この動画は最初音がでかいので音量を下げるか耳を食いしばってご覧ください。皆さんこんにちは、今私札幌駅にいるんですけれども、今日はこのトリマというアプリを使いまして、ポイントを貯めまくるという旅をしてこようと思うんですけれども、私の手元にはですね、 JR 北海道の特急列車に、6日間乗り放題になる切符がございますので、これを使って北海道内を駆けずり回ろうと思います。で、もう早速なんですけどね、1本目の列車に乗っていきたいと思います。すいません、先ほどは、あんまり説明もそこそこにですね飛び出してきてしまったんですけども、今江別という町に来ております。でこれからまたね札幌に戻ります。札幌に戻ってからちょっと詳しい説明をしたいと思います。ちょっと待っててください。また札幌駅に戻ってまいりました。先ほどはね、ろくな説明もせずに始まってしまったんですけれども、改めてご説明いたしますと、これからですね、トリマというアプリを使いまして、それを使いながら、旅行しようというわけなんですけれども、トリマっていうのはお小遣い稼ぎアプリですね。これね、移動すればするほどポイントが貯まっていくと。でそのポイントを、Amazon ギフトカードとか、あと iTunes ストアカードとかと、交換ができると。でさらには現金とも交換ができてしまうという、とんでもない、アプリケーションなんですけれども、せっかくね、私は今札幌に住んでいて、で札幌の周りには広大な北海道の大地が広がっているので、これを使わない手はないということで、今回は北海道中を1週間駆け回ってですね、ポイントを集めるだけ集めて、で現金にしちゃおうという、そういう企画でございます。で早速今日1日目はですね、先ほど前哨戦でちょっとだけ江別に行ってきたんですけれども、これから行くのは函館でございます。多分ね、あそこに待機している列車に乗ることになると思うんですけど、あの青いやつですね。で、これで函館に向かいます。これまではですね、各ユーザーがゲットしたポイント数をですねランキング形式で1週間ごとに発表してまして、で今回はですね、今週のランキング1位を目指してですね、バリバリ移動しまくろうと思います。どこまで行けるか分かんないですけどね。お待たせいたしました。まもなく7番線に13時27分発函館行き特別急行北斗14号が到着いたします。それではここからはトリマを知らない方向けに、このアプリケーションのシステムについて簡単にご紹介いたします。トリマを開くとペンギンの隣に怪しげなタンクが並んだ画面が表示されます。このタンクはスマホの GPS と連動しており、初期状態では10キロ移動すると1本貯まります。そうするとタンク下にあるボタンが押せるようになります。ボタンを押しますとトリマ内のポイントであるマイルが獲得できます。マイルは様々なギフトカードやポイント、現金と交換することができます。レートは物によって異なりますが、現金も含めてほとんどの交換先は100マイル1円です。つまりトリマで獲得したマイルの下2桁を隠せばおよそ日本円の価値になります。このようにずらーっと交換先が並んでおります。この時点で気になった方はインストールしたくなっていると思いますが、概要欄に招待コードを掲載しておきますので、ぜひご利用ください。初回起動時にこのコードを入力すると5000マイル獲得することができます。また GPS と連動したタンク以外にも万歩計機能と連動した歩数でもマイルを稼ぐことができます。こちらは初期状態では1000歩ごとにマイルを獲得できるボタンを押すことができます。トリマでは最大で3万歩分までカウントができます。先ほど申し上げた通り、トリマにはランキング機能があり、月曜日から日曜日までの1週間のうちにタンクと歩数で貯めたマイル数をユーザー間で競います。順位に応じてマイルが獲得でき、1位になると10万マイル、つまり1000円分をもらえます。ただし普通に移動したくらいではランキング上位に食い込むことは不可能です。頭のおかしい意味不明ムーブをしなければ入賞は難しいでしょう。今回はそれに真正面から挑もうというわけです。さて、函館行きの特急列車は札幌駅を発車しました。列車は快調に駆け抜けておりますが、ここでトリマの画面を見てみましょう。先ほどお見せした時は1本目 80% でしたが、すでに1本目は満タン、2本目もじわじわと溜まってきています。初期状態では10キロで1本溜まるとご紹介しましたが、ペンギンの吹き出しの右隣にあるボタンを押すと3倍速モードになります。現在はその状態でして、およそ3分の1の距離である 3.3 キロで1本溜まります。
それではいよいよボタンを押します。白のボタンと紫のボタンがあり、白を押すと25マイルしかもらえませんが、今回私が押した紫のボタンは30秒程度の広告が流れる代わりに100マイルを得ることができます。トリマでの基本的な動きは移動してタンクをため、広告を見て100マイルゲットするという一連の流れの繰り返しです。駆け足になりましたが、大雑把に何をしているかはお分かりいただけたでしょうか。列車は順調に太平洋沿いを進んでいます。タンクは初期状態では3本用意されております。最大10本まで追加することができます。もちろん私は最大の10本まで用意しています。このタンクが溜まりきってしまうと、それ以上移動してもタンクを貯めることができなくなり、移動が無駄になります。広告を見てタンクとマイルを交換するとタンクが空になり、再度貯めることができるようになります。ですから無駄なくポイントを貯めるには、移動中はひたすら広告を見てタンクを開け続ける必要があります。タンクを開放できる上限は1日200本です。これは距離に換算すると3倍速の場合はおよそ 660km の移動が必要です。札幌から函館は片道およそ 300km 程度なので、単純往復では足りません。そのため前哨戦で江別まで往復して移動距離を伸ばしたのでした。今日はこちらの新函館北斗駅で札幌へ折り返します。帰りの列車で本日の成果と反省をご報告いたします。初日の獲得マイルは 13,880 マイル、ランキングは1455位でした。内訳はタンク123本と歩数 11,000 歩で、1日の上限までタンクも歩数も消化できませんでした。その要因は、田舎の方に行くと私が使っている楽天モバイルの電波が貧弱になり、広告のロードがうまくできなかったこと、そして帰りの途中で iPhone のバッテリーが切れてしまったことです。なるほど、トリマガチ勢になるとこういう障害にぶち当たるということが分かったのは収穫でした。この反省を明日以降に生かしていきたいですね。2日目は昨日の反省を生かして比較的札幌に近い旭川まで身を往復します。2日目の成果は、獲得マイルは 11,775 マイル、ランキングは1294位でした。内訳はタンク108本と歩数8000歩で、またしてもタンク歩数ともに上限まで行きませんでした。バッテリー切れに加えて、またしても広告がロードできないという現象にぶち当たりました。 iPhone のトラッキングを切り入りするとロードできるようになりました。多分明日はもう少しマシになると思います。3日目は昨日より少し遠くの帯広まで往復したころと思います。帯広に着きましたけど、もうすっかり日が暮れちゃったわ。3日目の成果は、獲得マイルは 11,800 マイル、ランキングは1333位でした。内訳はタンク106本と歩数1万歩で、タンク歩数ともに上限までいけませんでした。今日の敗因はバッテリー切れです。 JR 北海道ではグリーン車に乗らないとコンセントがついてこないので、大容量のモバイルバッテリーがあった方がいいかもしれません。4日目は1日目のリベンジで函館を単純往復してこようと思います。さっき着いたばっかりなのに、もう折り返しで発車です。4日目の成果は、獲得マイルは 21,620 マイル、ランキングは558位でした。内訳はタンク200本と歩数 13,500 歩で、タンクは上限まで回すことができました。モバイルバッテリーを追加で持っていったので、バッテリー切れが起きなかったのが大きいですね。1日中移動しているので、歩数を稼ぐ暇がないのがネックになっております。5日目は長距離移動にも慣れてきたので、思い切って日本の最東端である納沙布岬まで向かいます。もう景色が日本離れしています。根室駅からはバスに乗り換えます。はるばる納沙布岬まで来ましたけどね、あんまり何も見えないねあれは北方領土なんじゃないか、もしかして。5日目の成果は、獲得マイルは 2,780 マイル、ランキングは332位でした。
内訳はタンク200本と歩数6500歩で、タンクは上限まで回すことができました。ここに来てランキングがぐんぐん上昇しています。やはりタンクを回し切るのがランキング上位に食い込むのに重要なのかもしれません。6日目はいよいよ日本最北端稚内市の宗谷岬へ向かいます。札幌はいいお天気で絶好のお出かけ日和という感じですと思っていたのですが、まあそうもいかないのが試される大地北海道なのです。この先、この列車旭川から稚内までの間、昨日からの宗谷線、暴風によりまして多くの場所で倒木が発生しております。その影響でこの列車旭川から稚内の間運転を取りやめることが決定いたしました。ご利用のお客様には大変ご不便ご迷惑をおかけしますことをお詫びいたします。次は旭川に到着をいたします。旭川の先はバスの代行輸送を考えております。旭川から稚内方面へはバスの代行輸送を考えておりますので、詳しい運行状況につきましてはぜひ係員にお尋ねくださいませをお願いいたします。ということで、旭川から先は代行バスで稚内へ向かいますが、時間的に宗谷岬まで行ってると日帰りで行けなくなりそうなので、今回は稚内駅からとんぼ帰りすることにします。こちらの白い建物が稚内駅です。映画館も入っているなかなか立派な駅でございます。帰りの札幌行きの列車は運転されるようなので帰りは列車に乗ります。6日目の成果は獲得マイルは 21,140 マイル、ランキングは180位でした。内訳はタンク200本と歩数9500歩で、タンクは上限まで回すことができました。帰りの列車は少しいいやつで、普通席でもコンセントと Wi-Fi が使える車両でした。こういうのが増えてくれると嬉しいですね。いよいよ明日は最終日です。今日もやっていくんですけど、もう6日間パスを使い切ってしまったんで、今日は近郊電車の1日乗車券を使って、電車乗っていきます。最終日7日目の成果は獲得マイルは 16,760 マイル、ランキングは96位でした。内訳はタンク155本と歩数1500歩でした。寝坊したせいで終電までにタンクを回しきれませんでした。ランキングの最終結果は翌日発表です。さて、それでは日付が変わりまして、いよいよランキングの発表でございます。さて、最終結果は何位だったのでしょうか。89位、微妙だなおい。まあでも100位以内に入ったということで、1000マイル獲得でございます。はい、ということでね、1週間北海道を駆け回ると集まるマイルは117,695 マイルでございました。はい、じゃあ1000マイル獲得します。ブラーッと、いやー、こんなもんなんですね、意外と。やっぱりね、敗因は、まあ、いくつかあると思うんですけど、まず通信環境ね、これが あんまり安定しなかったですね、外出先で。これがまず1点と、あと電池の持ちが悪かったっていう点ですね。もう トリマだけじゃなくて、僕いろんな歩数計アプリ起動してるので、多分そのせいかなと思うんですけど、もう電池の持ちがかなり悪かったですね。で、途中で電源落ちちゃってマイルを取れなかったと、移動してるにもかかわらずマイルを取れなかったっていうところがありますので、そこでね、だいぶ損をしてるなっていう気がします。で、あと歩数を稼げなかったっていう問題がありましたね。正直一日中電車乗って移動してると歩く時間が全然取れないっていう問題があって、ちょっとね、これなんとかしたかったですね。3万歩1日歩くなんて難しいね。行ってもせいぜい1万歩ぐらいでしたからね。で、
あとまあそうだね、やっぱり1日24時間じゃ足りないなって思いましたね、この旅でね。普通にね、朝6時に起きて夜23時に帰ってくるみたいな、6時に起きてというか6時に出発してですね、6時にもう駅出てるんですよね。だから朝6時に駅、6時発の電車に間に合うように朝5時ごろ、起きて出かけて、でまた帰ってきてヘトヘトになった上で、まあ12時回っても1時ぐらいかなに寝るみたいな、睡眠時間4時間が毎日続くと。でしかも遠距離移動が毎日続く、で電車の中ではマイルでタンク開けなきゃいけないから寝れないみたいな、なんかそういう状態が1週間続いたんで、もう朝起きれないしね、いや大変でしたね。だから正直ね、この究極的な移動をなんか毎週のようにやってるランキング上位勢がね、マジでやばい人たちだと思いますね。何やってんだろう。まあそういうわけで北海道中を回っても行けるのはまあ80位ぐらいと、まあもうちょっと頑張れば50位とか行けたのかもしれないですけどね。まあ普通に人間的な生活をしてるとこんなもんだという感じでした。もらったマイルのうち10万マイルを試しに銀行振り込みしてもらいました。このサイバーエージェントっていうのがそうです。ご覧の通り1000円が振り込まれています。移動することで貯められるトリマのマイルは見事現金に交換することができました。とってもお得ですね。皆さんも始めたくなりましたか？トリマを始めたいと思った方は概要欄に記載されている招待コードを初回起動時に入力すると5000マイルもらえますので大変お得です。ぜひ試してください。テクテク鉄道ではちょっとマニアックな鉄道豆知識や役に立つ旅行情報を取り上げています。鉄道好き、旅行好きの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。